米バスケットボール NBA、グリズリーズ128、104ウィザーズ、8日、日本時間9日、米テネシー州メンフィス、フェデックスフォーラムグリズリーズの河村勇輝、23、が NBA で初の3点シュートを決めた。開幕から10戦連続のベンチ入りとなったホームゲームで、116対92となった第4クォーター残り4分39秒から途中出場すると、 司令塔のポジションに入った。残り2分40秒ではドリブルでゴール下に持ち込んでから自分の背後へのノールックパスで得点をアシスト。ベンチの仲間も驚かせると残り1分57秒だった。1対1でステップバックして放った3点シュートが綺麗な放物線を描いてゴールに吸い込まれた。会場のファンが総立ちとなる光景に河村も手を振り上げて 右手で胸を何度も叩いて雄たけびを上げた。フィールドボールとしても NBA 初得点となった。